ときみくん、実はですね、ハーナさん、昨日、うちにお化けが出たの。早く寝なさいね、ハーナ。おやすみ。分かったよ、ママ。おやすみなさい。昨日は少し夜更かしをしてお勉強してたの。よし、もう寝よっと。夜にお化けが出るっていう噂は本当だったんですね。すっごく怖かったんだ。元気がなくてかわいそうですね。夜にお化け、みやーただいま。あー、ときみや姉ちゃんおかえり。うちにはお化け出ないといいな。なんだったんだ。うわ、何かいる。ね、あ、ベイか。なんなのね。後ろに誰かいるだけでドキドキしちゃうよ。はあ、未来の私、なんだか様子がおかしいのね。はい、ご飯よ。いただきます。はい、あ、もももももも、いただきます。あらときみ、なんか元気ないわね。今日学校で怖い話聞いちゃったの。あら、怖い話？寝るときに思い出しちゃいそうな。ブブブブ、ときみや姉ちゃんの怖がり。あの、待って。あ、ほら、ほら、喧嘩しないの。うん、ときみや姉ちゃん、怖い話って何？愛之助には言えないよ。気になる、気になる、気になる。教えて、教えて、教えて、教えて。ね、眠れなくなっちゃうよ。そんなことより早く夜ご飯食べなよ。夜、夜にお化けが出るっていう噂は本当だったんですね。すっごく怖かったんだ。あ、もう夜だからお化け出るかも。え、ご飯？食いしん坊やな。なんだかよくわかんないけど、とにかく忘れるのよ。ときみお姉ちゃん、夜ご飯が怖いの？うん、違う。食べ終わったらお風呂入ってさっさと寝なさい。うん、葉のお姉ちゃんもいるから大丈夫だよ。へっ、任せてよ。ずっと怖がってるなんて怖がりさんなんだから。ほら、もうお風呂入るよ。あー、お風呂もちょっと怖かった。へへー、葉のへっちゃらだもんね。これから眠れるかな。愛之助、もう寝てる。今日眠れるか不安だ。大丈夫だよ、ときみお姉ちゃん。ハーナがついてるから。ハーナ、ときみお姉ちゃんの方が怖がりさんだもんね。悔しいけど安心する。じゃあおやすみ。うん、おやすみ。ときみお姉ちゃん、寝た寝た。そーっと、そーっと。ここからハーナとパリナイトだ。ハーナは最近、夜更かしを覚えたのだ。もう、学校で怖い話聞いちゃったの。あんなこと言ってたのに、すぐ寝ちゃってるじゃん。ハーナ、え、起きてるの？ハーナ、早く寝ないと。うん、出るよ。何が出てくるって？聞こえなかったからいいや。よし、ときめ姉ちゃんのゲームやっちゃおうっと。お化け、そろそろ眠たくなってきちゃったな。気のせいか。すやすや。眠ってる。なんなの？もしかして本当にお化け？
くり。絶対のすけ。あの姉ちゃんどうしたの？なんでここにいるの？野球でたくさん走る夢を見てたの。それで走ってここまで来ちゃったってこと？そうなのかな。寝相悪すぎ。ハノ姉ちゃんは寝ないの？ハノは夜更かししてたんだもん。早く寝ないとお化けが出るよ。お化けなんて出るわけないじゃん。でもときみお姉ちゃんがお化けいるって言ってたよ。え？それを聞いて夜更かししないようにしてるんだって。もしかして昼間の怖い話って。あっ、なんで電気消えた。何？怖いよ。でも大之助の仕業ではないってことは。お化け。うわあ。うん、私だ。パパ、どうやら作戦は成功したようだな。作戦？子供たちの夜更かし防止大作戦だ。何それ。最近ハーノが夜更かししてるらしいからな。パパにバレてた。隠してたつもりだったんだ。子供たちのことは全てお見通しなのだ。体にも良くないし、なんてったって夜更かしするとお化けが出るからな。お化けやだ。そうだろう。だから二人とも早く寝るんだぞ。はい。もしまだ寝ないようならママに言うからな。ママに？ママにだけは言わないで。ははは。じゃあおやすみ。あの姉ちゃんもう寝ようよ。パパにバレちゃったならしょうがないな。本物のお化けが出てきちゃうよ。そんなわけないじゃん。もう大之助ってば怖がりなんだから。ん？また物音。きっとときみお姉ちゃんだよ。って、ときみお姉ちゃんどこ？まさかお化けに連れてかれちゃった。そんなわけ。あのお姉ちゃん後ろ。またパパ？うわぁ！って、夜回るだ。夜回る？もしかしてお迎えポケモン。子供の持つ生体エネルギーが大好物。真夜中、子供を探して街中を歩き回る。って、ときみお姉ちゃん？起きてたの？うん、ドリンクと修行してたの。いや、すごすぎ。あの、夜更かししたらダメってあれほど言ったでしょ。でも、なんでヨマールがここに？図鑑説明を見て。ヨマールは子供が持つ生体エネルギーが大好きなの。僕たちのこと探してたの？夜更かししちゃってたから、あのたちのところに来ちゃったんだ。あ、コリン君、お願い。おお、さすがときみお姉ちゃん。もしかしたらヨマールも一緒に遊びたかったのかもね。あ、そっか。また今度一緒に遊ぼうね。でも夜更かしはダメだよ、あの。うん、ごめんなさい。ママ。またお化け？なんてたち。誰がお化けですって？うわあ！こんな遅くまで何してんの？早く寝なさい。ごめんなさい。ハーナさん、すっかり元気になりましたね。今日はお化けが出るってゆっくり寝れたんだ。そうなんだ、よかったね。もうお化け出ないといいですね。実は昨日うちにもお化けが出たんだ。え？とっても怒ったままだったんだけどね。なんだ。みんなも夜更かしにお気をつけてね。ね、カリン君。昨日、子供たちと一緒に夜更かしをしたせいで眠いだ。ハノ姉ちゃん遊ぼう。今忙しいな。サイノスケも買っちゃおいで。やったー。クラスのネオだ。
同じ色だ。子供たちはさすがに元気だな。ほらパパも遅刻するなよ。はーい、あー眠いぞ。ポケルン相性じゃんけん、私たちと勝負だ。好きなポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い。水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。クワッスだったのでニャオホを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。今日も動画見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。コメントも待ってるよ。おすすめ動画もチェックしてね。またテレTV